うん。
わないでくださいよ。まあ昨シーズン始まった当初はね、そこまでこのミドルの意識っていうのは持ってはなかったですけど、まあ守備のところである程度こう自分の良さを出せるようになってきて、まあ、あとは攻撃の部分でもディフェンスラインと中盤のつなぎ目的な役割をこうずっとやっていった中で、まあ途中でちょっと2バランス気味にやる試合が多くなってきたので、そうなってくるとやっぱり僕もゴールを取れないとなっていうか、やっぱミドルも一つオプションとして自分が持てるようになると個人的なプレーの幅も広がるし、チームとしても大きな、まあ、オプションになるなと思ってたんで、まあ、その辺は、まあ、意識をした中で、まあ、最近は、まあ、うまく点が取れてるんで、そこは続けていきたいなと思ってますね。まあ、反省というよりはやっぱシンプルに3試合で終わらせたくないんで、前回はね本当にね、ずっと長い間準備をしてきた中で、いざオリンピックが始まって、予選敗退で3試合でやっぱ終わってしまう。それは本当に悔しいし、もっと一緒にプレーしたいなっていう思いがすごく個人的にはあったんで、やっぱ多分東京の世代の人たちもみんなそういうふうにずっと準備をしてきた中で、今回オリンピックっていう、まあ、舞台に臨むんで、本当に3試合で終わらせたくないし、じゃあ初戦の戦い方だったり、まあ、メンタル的な部分でのサポートとか、まあ、プレーはもちろんやっていきたいなと思ってますから。やっぱりメダルだと思いますし、まあ個人的には本当に金メダルを取るつもりで、まあみんなその意識でやってると思うんで、本当そこだけです。はい。そうですね。まあバックアップメンバーから、まあ、本大会のメンバーに変わったということで、まあ自分としては、まあ、やるべきことは変わらないっていう思いでいますし、まあチャンスっていう部分では、まあ、増えたと思いますけど、まあ自分としてはやるべきことは変わらないかなというふうに思います。はい、まあまずは、まあ、自分自身セービングの伸びがあるので、こうギリギリのところで、まあ、最後一伸び、セービングの部分では一伸びっていうところは、まあ、負けないと思ってますし、まあ攻撃の部分ではまあキックに、まあ、飛距離が出るので、まあ、そういったところで、まあ、一発背後でチャンスを作るっていうところっていうのは、まあ、負けたくないところになりますね。
まあ、お二方からはやっぱり、まあ、どんな状況でも楽しめっていうことを、まあ、言われて、まあ、普段から西川選手なんかも、まあ、ずっとエンジョイエンジョイって言ってて、まあ、そういった言葉を、まあ、今回僕にもかけてくれたので、まあ、自分も楽しむってことを意識しながらやっていきたいなというふうに思います。そうですね、まあ、2つあって、まあ、1つは、まあ、シュートに対してキャッチするのか弾くのか、まあ、その弾くのもどこに弾くのかっていう、まあ、ところの大事さの部分と、あとは、まあ、シュート前のポジショニング、高すぎず下がりすぎずっていうポジショニングは細かく言われてますね。まあ、やっぱり、非常にその話を聞いたとき嬉しかったですし、まあ、怪我人が出なきゃ試合に出ることができないバックアップメンバーと違って、まあ、大枠ではありますけど、試合に出る可能性が出たってだけで非常に自分としてのモチベーションも非常に高いですし、そこは非常に、嬉しかったです。まあ、ありがたい言葉までじゃないんですけど、まあ、曽我さんと喋ってて、曽我さんは多分バックアップメンバーでも、オーバーエイジでも確か言ってて、まあ、オリンピックはこういう雰囲気だよだったり、少しだけですけど話しました。経験した選手の話を聞くっていうのは非常に大事だと思いますし、経験した選手にしか分かんないこともあると思うので感謝しています。やっぱり、自国開催できるチャンスっていうのは少ないですし、まあ、本当に一緒に一度出れるか出れないかっていう大会だと思うので、しっかりいい準備をして一丸となって戦っていきたいなと思います。